る放送床は血まみれ知らない人が見たら気絶するかもしれない。僕が落ち着いて今日のはどうしか耐えそうだと笑うと妻はうつむけのまま満足そうにくびくと笑ってた。家に帰ると妻が必ず静かふりをしています。明日はどんな日に片付けているのか予想すらできない。ある日は頭に長さされたり、くっつくれ中抱えてたり、マンボウの着ぐるみが死んでた時はドア閉めようかと思った。あと片付けも結構大変で、床の血のりも洗ったり、長さされたまま晩ご飯作るのは勘弁してほしい。家に帰ると妻が必ず死んだふりをしています。ちょっと褒めると調子に乗るから、できるだけ静け。結婚前は忙しくても彼女に会うだけで楽しかった。徹夜で車ってもなく飛ばしておにぎり行ったりしたのに、結婚直後初めて部下を持ち、仕事がとても楽しかった。家で一人で待つ妻の気持ちを考えていなかった。家に帰ろうと妻が必ず死んだふりをしているのは、あの頃が二人に戻りたいからか僕にはわからない。家に帰った僕を待ってる妻の家にいることが、僕ら二人の愛の形ならばそれはそれで終わりだろう。家に帰ると妻が必ず死んだふりをしています。今日はどんな日に片付けているのか、期待し続けるぞ。